移動時間がパツパツで あれ、うっすーさんが考えてくれたんですか？いや、考えたのはなんか、はい、すごくなんか不思議だなって言うんですね。そう、あの計算上では、計算上では OK だった。え、でもあの、私たちお腹が空いても食事する時間がそうです。いや、入ってなかった。はい、一番最初にあの細かいタイムスケジュールをこう決める前にこれぐらい空いてれば大丈夫なんじゃねみたいな、なんとなくこう川山用でこうみんなでこう川山用とかじゃないんですけど、はい、川山用とかじゃないんですけど、こう 3人ぐらいでこれぐらい空いてれば大丈夫だ、誘導できるよっていう、こうあれなもと組んでみて、じゃあ細かくちょっとタイムスケジュール出そうかなと思って組んでたら、もう私たちは悲鳴を上げながら、すいません、あの本当にすいませんでした。うす計算通り。でも楽しかったです。なんかそれも含めて、なんかこういかに工夫して、じゃあここでちょっとなんか短縮できそうだから、ここを頑張って急いで移動してあれ食べようとか、これ買ってからお店に入ろうとかっていう、その計算がね本当、そうそう、遠足みたい、楽しかったです。あれですね、はい、新幹線は意外と30分リポートしか来なかったりしますね。そうですね、そうですね、割とでも頑張って上辺とかしてご飯食べました。すいません。あと、あれですね、意外と渋滞とかあるなっていう。あ、そうなんですよ、そうなんです。あと、なんか結構地元の方のね、なんか上辺っていうのは機種変更じゃなくて乗車変更、乗車券を、はい、変えたりして、そうそう、機種メンバー、機種メンバーじゃない、何、突然なんでそこそんなに突然どうしたの。そう、なんかそんな感じで変更しながら、上辺、空上ヘンタローとかいるんですか。そう、いや、あれです、ビオが、はい、車は全員が乗るから渋滞化して大変だみたいな、はい、王者だけが乗ればいいみたいなこと言ったんですよ。ちょっとリアルに吹いちゃった、すいません。え、どういうこと。あ、いや、まあそんなシーンがあったんですけど、俺は乗っていいけどお前は乗っちゃダメ、お前らは歩けばいいみたいな、なんかそういうこう、なんかそういう、まあまあまあっていうのをこうちょっと今思い出しました。はい、へえ、マリー・アントワネットみたいな。あ、まあ発想的にはそんな。はい、へえ、そうそう、なんかね、頑張って名物食べました。大阪では絶対に食べたかったたこ焼きを、すごい急ぎ足で買ってですね、なんとか食べて、でさらにあのお客さんにも。仕入れてって言ってたこ焼きもらっちゃってありがとうみたいな、ペロリでした。まあ、あのたこ焼き美味しいよね。はい、たこ焼きは宝、宝です。ペロリ、ペロリアン、何超えるぞ。まあそうね、その分歩いたかな、でもその分食べたかな。ダメよしいさこさん、なぜてへペロ、わかんない、言い方わかんない、言ったことない、聞いたことない。てへペロ、ペロリストです。ペロペロ、どうかと思います。すいません。はい、そんな感じで楽しく回ってきました。神戸ではね、神戸牛を食べましたし、で、あの青春ラジオ、え、神戸で神戸牛食ったんですか。え、そんなさらっと。そうなんですね、さらっと、なんと、はい、食べましたよ。せっかく来たんだから、もう今日一日頑張ってきたんだからいいじゃないかと。俺らこんなに頑張った、食べていいと。え、あの、あれですか、例のあの、あれのあるやつですか。 あの、焼肉です。あ、焼肉食べました。そうか、はい、興奮しすぎて、肉、エクスクラメーション、エクスクラメーションっていうツイートした後、2、3時間後にこういうことですね。そうです、はい、肉なうの後に2、3時間後、駅キャベナウ言ってて
すごい肉なうダンマクすごい肉なう揃いましたね、みんな同じタイミングで肉なうしましたね。肉なう肉なうモスカウみたいですね。飼うと牛がかかってきたよえ、やべな肉生肉肉肉肉肉肉肉にしんじゃうよ。こっそり肉いけなかった。肉美味しかったです、はい、元気が出ますね。足の声ご飯、足の声ご飯、確かに元気出ますね。元気出ますよね。すごい名言ですね。体が疲れると甘辛いもの、甘じょっぱ辛いものと、あと揚げ物が欲しくなります。やっぱ油体が欲します。欲します。もうね、思うんですよ。何だったっけな、肉と牛肉とご飯でしょ。それから、なんだっけ、思い出せない。なんか脳からやばい物質が出ると思うんですよ、肉とご飯って美味しすぎてそうなんですね。なんか普通に、あ、美味しいって、そのなんか美味を感じる以上の何かが出てると思うんですよね。絶対に出ていると思うんです。前も言ってた、そうそうそう。それ皮脂です。え、皮脂？どういうこと？そうじゃなくて、なんか組み合わせありますよね。マッシーも言ってた？幸せになる成分みたいなのもあるかもしれないですね。そう、出ます。肉とご飯、エビとアボカドとか。あと何があったかな、すごい局地的な組み合わせです。なんかそれとそれはすごい。あれですか、サバと大根的なことですか。そうですね、とかカステラと牛乳とか。カステラと牛乳、はい、あ、いいですね。そういう生ハムとメロン。僕生ハムメロン、生ハムメロンどうなんですかね。え、ダメなタイプ。僕は割とあのコールスローに入ってるリンゴとか許せないタイプの人なんですよ。酢豚にパイナップル、ヨーグルトサラダにレーズン、栗ご飯も結構ギリですか。ギリです。いや、好きっていうか美味しいと思うんですけど。お芋は？あの お芋もそうめんにみかん、あの、あ、もう混ぜんなって感じですねなんか分かるんですけど、単体で食べさせてほしいですね、それぞれ。今そのこれはダメだろってやつと、これはあの脳内麻薬出るっていうやつが一緒にみんなコメントしてるからあ、もう分かったですねどれがなんだかなんとなく分かるけど、その食べ合わせ危険なやつと、これは一緒に食べたいってやつが一緒に流れてる今。すいません、なんかすごいコラボレーション。僕がだいぶ今あれおすぎとピンク、おすぎとピンクだいぶ混ぜないみたいな。トマトに塩最高。トマトに塩はいいですね。砂糖でも美味しい。砂糖でもいいらしいですね。塩も美味しいんですよね。なんか、あ、よだれ出てきちゃったいや、そう、体には、飲みすぎ体に悪いのは分かるんですけど、あのトマトジュースはね、塩分、食塩が入ってる方が好きです。あ、でも完全にビールのつまみですねえ、トマトジュースが。いや、トマトジュースじゃなくてトマトにも塩。あ、いいですよね。服によだれついてるよ。ついてそう麦ちゃんに砂糖、この間誰かがダメっていう話してた。あ、15年に1回飲めればいいかなって思ってもう15年前に飲んだんで大丈夫です。そっかそっか、毎回メガネ、はい、いろいろあるよね。なんか声優のカップリングになってますよもう、はいはい、杉田さんと中村さんね、はいはいはいトマトはあるらしいですね、疲れを取ってくれるらしい。鉄鍋のジャンで書いてました。へー、食べなきゃトマト、美味しいですよね、はい、思い出せなくて悔しい。あ、すいません、あの神戸牛に食いつきすぎてすいません、はい、何かを話されるそうです。薄なでなで会できなかったね、なでなで会のこと。またイベントの機会には、はい、あ、でも関西の方は放送の後だったから、
廃墟マネージャーのあずささんに。あずさちゃんな、え、そんな名前でしたっけ。違うんですけど、あずささんに会いましたね。はい。あずにゃんペロペロ。はい、青春なじめにはもうすごい楽しかったです。なんかクラッシュティアーズのユウさんと一緒になったんですよ。めっちゃかっこよかったです。あのすごいシャウトしてました。わーおっつって、あの僕が言うのもすごくあれなんですけど、はい、あわけわかんないです。私初めて知ったんです。あのお名前だけは知ってたんですけど、はい、初対面で画伯じゃないです、画伯じゃないんです。小林優ちゃんのお家に居候してるんですって、はい、だから紐だねっつって。あ、居候、あ、そうなんですね。はい、でもなんか中継つないでました。私ちょっとだけあの一緒に出させていただいたんですけど、あの本当はなんかゲスト別々の時間だったんだけど、少しあのクロスフェードして一緒におしゃべりしたんですけど、あのなんかどんなスケジュール帳を使ってるんですかみたいな質問の時に、なんか僕はみたいな、僕はスケジュール帳は使わないんですみたいな、じゃあどうするのって聞かれて、手に書いてますみたいな、ええって分かんないですよね。手のひらではなく手の甲に書いてますって言ってて、へえって。でその後なんか、ゆうさんは料理するんですかっていう話、あ僕はしない、そうですよね、手のスケジュール消えちゃいますもんねって。楽しかったです。なんか男の子設定なんですね。男性なんです、ゆうさんは。そうだ、設定とかじゃなくて、ゆうさんは男性なんです。ゆうさんは男性なんです。小林ゆうちゃんのお家に居候してるゆうさん、クラッシュティアーズのゆうさんは男性なんです。ああ、なんかあのこう音で聞くとちょっと分かりづらい。Y ゆうさんは Y ゆう、このこういうことですね。そうです、はい、ユウさんは男性なんです。男性ということですね。あ、うん、すごかったです。うんうん、はい、そうか、うんうん、なんかこう大変だなって感じですね。大変じゃないですか。怖かったですよ。私あの髪型、あの髪型大好きなんですよ。前髪で片方の目が隠れる感じのシャラっていう鬼太郎ヘア。神様の時にちょっと、はい、ちゃんと受けしてみてて、ユウさんを、ユウさんが、はい、なんか反応に困る感じの方ですね、はい、方というか、なんかすごいあれだなと思って、すごいですよね、テンション高くて、なんかテンション。いやでもなんかあそこまで突き抜けてるとなんかすごいなって。ねえ、すごいと思います、はい、かっこよかったです、うんうん、ファンになっちゃう、はい。でいいのかな、なんかあの全然別の話になってしまって、神様の時に、はい、あの遠藤さんが、はい、遠藤正明さんが歌ってたんですけど、はい、視聴者の方全く分からないと思うんですけど、はい、あのその前とかいろいろ出てた方たちがいて、はいはい、エルさんキャリーオンっていう歌を、うん、バラードの歌がすごい開けるタイプの歌を歌っていて、はい、あのキャリーオンマイウェイっていう歌を、はい、マイウェイって下見たらなんか付け爪が落ちて、はい、あこれさっきのラボだと思ってこれ見てたらわかると思ってこうやって上にこうやって歌い直したって言ってました。遠藤さんすら惑わす、遠藤さんさえ惑わす感じ。すごーい。あのなんか超大物だ。あのすごくこうこうやってやってこう歌い上げてすごいかっこいい感じだったんですけど、うん、その中ではそんなこと考えてたんだ、うん、歌のこと考えてなかったんだ、みたいな。すごいな、プロってすごい、やっぱ冷静ですよね。冷静というか、そうですね。結構意外となんかいろいろ考えながらやってるのかなみたいな。ね、うん。うん。